男はボールを投げ込んでいた。かつては日本のエースとして球団を4度の優勝に導いた。しかし昨日、戦力外通告を告げられたタッカ選手、23歳。その肘はどうされたんですか？あ、この肘ですか。彼女と喧嘩しちゃって彼女に折られたんです。あんた、また浮気したの？今度という今度は許さないわよ。あでも浮気した僕が悪いんで。タッカ、昨日はごめんね。いいよ、俺が悪いし。またもう一度プロになってかっこいいあの姿見せてね。お願いだっか。痛い。ごめんなさい、ごめんなさい。また頑張るね。うん、じゃあ私ちょっとご飯作ってくるね。うん、ありがとう。タッカのためにできることは私が食事で支えてあげることぐらいなので、栄養管理には気をつけてます。キッチン結構汚いんですね。あ、ちょっとそこまではあんまり映さないでください。忙しいんです最近私も。はい、タッカお待たせ。ダイコ特製栄養満点もりもりお弁当。さあ食べて。タッカ、いやいや、こんなご飯じゃ強くなれないよ。何よ、私が作ったお弁当に文句あるの？作ってないじゃん、お湯沸かしただけだよ。私が一生懸命考えて作ったの？もうそんなこと言ったら作ってあげないからね、このタッカのバカ。知らない。支えなきゃいけないっていうの分かってるんですけどね、すぐカッとなっちゃうんですよ私。そう言いながらユニフォームを洗う大子さんにはある思いがあった。ユニフォームは絶対手で洗うって決めてるんですよ。こうやっていっぱい土をつけて帰ってくると今日は頑張ったんだなって。ん？何よこれ、全然今日の土取れないじゃない。もういやーいやー、もう知らない。タッカー、なんであんたピッチャーのくせにあんなユニフォーム汚れんの？ごめんね、いつもありがとう。とりあえず練習行ってくるよ俺。あんたそんな姿になったらまだ野球やるとるかい。センスねえんだから普通に働きなさい。ごめん、とりあえず練習は行くね。タッカ選手には野球を続ける理由があった。彼女にはプロになる前から支えてもらっていたので、絶対もう一回プロになって彼女にプロポーズするんです。頑張ります。しかし両腕を骨折していてはボールを投げるのが精一杯だった。ただいま大子。あ、おかわりタッカ。大子。何？大事な話があるんだ。え？俺、明日のトライアウトで野球人生最後にするよ。もし、もう一度プロになれたら僕と結婚してください。タッカ、嬉しい。タッカ、その言葉ずっと待ってた。頑張るね。頑張ってたっか。応援来てくれる？トライアウト当日、ある悲劇が起こった。もうトライアウト終わってるわ。投げてるよ。楽しい歌、悲しい歌。あ、この肘ですか。彼女と喧嘩しちゃって彼女に折られたんです。でも浮気した僕が悪いんで。そうですよね、多分 誰もあなたに同情しないと思いますよ、そんな 顔しても。原因は 100% あなたなんで。浮気したら野球生命断たれるんですね。彼女の力がちょっと強すぎて僕も見くびってました。でも浮気しなきゃいい話なんでやめた方がいいと思いますよ。
まあでも若いので、はい、若気の至りと言いますか、はい、まあしょうがないなとは思います。ああ開き直っ奥さんは何やってらっしゃるんですか？あ、アパレル関係でやってます。アパレル、はい、アパレルやってます。よかったら来てください。確かにおしゃれですもんねまあよく言われます。お兄さんも結構でもいい男じゃないですか。ガタイもいいし。 やだ今日は何作ってるんですか？今日はできていいからのお楽しみです。楽しみにしてます。はい。栄養学とか結構学んだんですか？結構勉強しましたね。で、整理収納アドバイザーの資格とかも取りました。あ、う、ー、ん、周りにすっごい来てないですけど、はい、やめてくださいマジでやめてください。すごい映さないでください本当に。さ、行きますよ。いつまで撮ってるんですか？行きますよ。違うんだ。うるさい、うるさい。感動のシーンだからやめて。大事な話があるんだ。何？何も言ってないじゃん俺。俺何も言ってなくない？サンバー